背番号14、大瀬良大地。去年のシーズンオフに自身3度目となる右肘の手術に踏み切り、臨んだ2024年、抜群の安定感を取り戻し、選抜陣を支え続けた大瀬良投手に山内さんが迫ります。2024年もシーズンあっという間でしたけども、はい、ここまで来ましたね。そうですね、昨オフに手術させていただいて、からのまた新たなスタートだったんで、まあ、強い決意を持って臨んだシーズンでしたけど、はい、まあ久々に規定投球回数も達することができましたし、うん、ね、まあ、防御率自体も、はい、キャリアの中でもすごく、まあ、一番1点台で終われば、終われたら初めてです、ね、はい、なんで強い決意を持って臨んだシーズン。しかしそのスタートは決して順風満帆ではありませんでした。まあ、今シーズンね、開幕投手、はい、まあ、栗投手に譲る形でしたけども、はい、ちょっともう一回思い出してみると、どんな思いでしたか、その時は。すごく悔しかったです。はい、もう、まあ、昨年、おととしと、まあ、成績見ればもうふさわしくないのは自分でも理解はしてたんですけど、まあ、いざこう違うピッチャー、名前、はい、こう選ばれると、やっぱりこう悔しさみたいなものはすごく持ちましたし、うん、見てろよと、うん、まあ、そういう思いで、はい、シーズンは入っていきましたね。はい、反骨心を力に変え、マウンドに上がり続けた大瀬良。6月にはプロ野球史上90人目のノーヒットノーランを記録するなど、驚異の安定感を見せ続けました。一方で打線の援護になかなか恵まれず、9月までの援護率はわずか 1.75。 およそ2ヶ月間勝ち星から遠ざかったこともありました。防御率1点台キープしながら、なかなかね、勝ち星がつかない試合が多かった。投手としてやっぱり焦りとか、そういうちょっとのこうネガティブな感情とかなかったですか？勝ち欲しいと。ありました、ありました。正直ありますよね。ありました、ありました。やっぱり、はい、僕の頑張りも報われたんだなって思うようにしてました。でもやっぱり自分に勝ちがつくのがやっぱり先発ピッチャーだったら、ね、よくね、先発ピッチャーって勝ちが良薬だって言いますもんね。そうですね。好投を続けながらも、実は抱えていた苦しい思い、そんな中でも大瀬良はさまざまな工夫を凝らしていました。今年は数字は良かったけど、リズムがやっぱり悪かったのかな。まあ、意識はしてたんですよ。じゃあリズムを早くしたりもしたんですか？はい、イニング間の5球とかもすごい早くしたりとか、まあ、1球1球のテンポも早くしたりとか、はい、結構やれることはやってきたんですけど、まあ、繋がらなかったっていうのは、繋がらなかった。まあ、フォアボールは多かったですし。じゃあまだまだありますね、やることは。まあ、やれることはまだあると思います。はい、はい。カープがセ・リーグ首位で迎えた9月の戦い。しかし、投打の歯車が全く噛み合わなくなったチームは歴史的な大失速。リーグタイ記録の月間20敗を喫し、優勝争いから脱落しました。すごくこう状態よく、言ったらもうずっと守り勝つ野球って言って、まあ、1点ゲームとかロースコアで勝ってたと思うんですけど、ずっと痺れる状況で投げてたわけで、はい、まあ、それがよりこうプレッシャーのかかる時期に来て、うん、はい、1点上げてしまうと苦しくなってくるなっていう風なところを思って、うまくいかなくなると、どうしてもこう気持ち的にも折れがちになってしまったところもあるのかなと。自身も9月は4試合に登板しましたが、防御率5点台で勝利なし。チームの状態と比例するように調子を落としてしまった自らの投球を、大瀬良はこう分析しています。良くなかったですね。やっぱりいい時はある程度こうこの感覚でこの動きで投げたらこの辺に行くとか、はい、ボールで勝負できる際どいところに投げるっていうのができてたんですけど、はい、やっぱそこのブレがやっぱ大きくなずれてきて、はい、ずれてきて力入れていいところに行ったのがやっぱ抜けてしまって、
前半戦は力入ってボールになるのが外れてくれてたんで、ボールになった、はい、はい、良かったんですけど、はい、9月に入ってからそれが中に入るようになっちゃって、逆にちょっと、はい、それで2出されるケースがすごく目立っちゃって、はい、優勝という栄光がいとも簡単に手からすり抜けていった9月、大瀬良が語るチームに足りなかったもの、そして未来への希望とは。終盤のああいうプレッシャーのかかったところでのプレッシャーを跳ね返すだけの気持ちの強さとか、チームとしてはやっぱりそういうところでこうなんとか踏みとどまれる強さっていうものが、はい、うんうん、足りなかったかなと、まあ、僕も優勝とかいろいろ経験させてもらってますけど、はい、なかなかやっぱりああいう僅差の状況長く続く、はい、優勝争いみたいなものはなかったので、そうですね、そういった意味では、まあ、若い子たちと同じように初めての経験の中で、はいはい、思うようにこうやってきた経験というものをうまくこうパフォーマンス結果として出すことができなかったっていうところもやっぱりまだまだ弱さだと思いますし、はい、うん、まずこれを来年以降につなげていって、はいはい、まあ、あの年があったから今この優勝があるよねとか、はい、そういうふうにつなげていきたいと思います。